ジムを再開して8ヶ月目になります。はい、結構長く続いてますね。そうなの、私結構ね、あの長く続けられるんだなって思った。素晴らしいです。そう、あのジムって言ってもスポーツジムね、うん、はい、そう毎月1回で、そして体重測定をするんですよ。ね、どうですか笑っちゃうんだけどあの、ね、体重測定だけじゃなくてね、うん、その筋肉と脂肪の割合とかね、あ、大事ですね、いろんなことが細かく出てくるんですよ、うん、でね、毎回だから8ヶ月目でしょ、はい、だから8回目を測ってるわけですよ、あのね、ほとんど何も変わってないの。どういうこと、私もね、私もあんまりにも変わらないから、うん、おかしくて笑っちゃうんですよ。いや、筋肉の量が増えるとかそういうこと、変わってないし、らら脂肪も変わらないし、うん、でもね、まあ、あの何が変わったかって言ったら、あのそういう数字には出てこないんですけど、体力はついたの。おかしいな体力はついた、でも数字には出てないんですかそうそう、数字には出てこないんだけど、ね、前はね、そのだから1時間あのジムで運動して帰ってきたら疲れちゃって、はい、しばらく動けないような状態だったんですけど、うんうん、今は全然平気で、元気だし、それに行ったり来たりの間もね、車で行くのやめちゃったんですよ。あ、そうなんですか。歩いていく余裕ができて、だから体力はついてるんだけど、うん、数字的にね、体重とか筋肉とか何にも変わってないんですよ。不思議ですね。そう、でもまあ増えてないからいいかというね。まあ確かにね。そう、でもあまりにも変わらないのがすごくおかしくって、私的に、うんうんうん、あのこの間測りながらね、心の中で笑ってたんですよ。やっぱ変わってないとか思ってねそしたら、うん、あのインストラクターの先生がそばにいて、はい、ね、あの私に声かけてくれたんですよ、うん、どうですかって、何か変わりましたかって言って、私それまで心の中で笑ってたんですけど、聞かれたもんだから声に出して笑っちゃったんですねだけどもうなんか笑うだけで何も返事が出なかったんです、うん、言葉が。なるほど。そしたらその先生ね、あ、なんかまずいこと聞いたかもっていう、なんかね、ええ、ちょっとそういう気まずい空気になってしまって、そんなオーラが出ちゃったわけですね。あの私単純に面白かって笑ってたんですけども、ええ、ちょっと先生に申し訳ないことしちゃったなって思ったんですよ。私ね、あのとっさに自分の思ってることを言葉にするのが下手なんですよね、うん、言葉になって、難しいですよね。そう、言葉になって出てこないんですよ、うんうん、まあね、あの体重が変わらないっていうことを笑うくらいなら大したことないんですけども ね、 そうね、私ジムすごく楽しいし、はい、体力がついたなって思ってることとかすごく楽しいとか、うん、そういうことをもっと先生にね伝えることができたら、なんか先生も、あ、よかったなって思ってるね、表現をね、そう思ってくれただろうに、うん、こんなに楽しいのにちょっと残念なことをしたなって思ったんですよ。なるほど。あのね、あのバイブルの中にジーザスのお弟子さんのペテがね、はい、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって言ってるんですよ、はい、私ね、ものすごい希望を持ってるんですよ、うんうん、私生きててよかったなって思うんです。あ、いいですね。そう、生きてるあのね、昔生きてるのね、辛かったんですよ。あら、まあ、今もね、嫌なこととか、うん、腹が立つこととか、うん、悲しいことっていっぱいあるんですけど、はい、でもそんな時どうすればいいのかっていうのを今は知ってるんです。今までにね、もう何度ももう無理とか、うん、もうダメっていう状況に通ってきたんですけど、はい、振り返ってみるとダメじゃなかったし、うん、無理じゃなかったし、うん、そして全部のことに意味があったなって思えるんですね。だからこれから先何が起こってもダメじゃない、無理じゃないって分かるようになってるんですね。これってすごい希望じゃないですか。はい、ね、全てジーザスとの出会いから来てるんですよ、うん、素晴らしいですね。そうなんですよ。もうね、神が人となって現れるってすごいことなんですよ、うん、ね、この希望をどう話すのか、もうね、とっさの場面で笑って終わっちゃうんじゃなくて、うん、あとね、言葉を無理やりにこうなんか絞り出すような話し方で説明するんじゃなくて、思ってる通りを、感じてる通りを言葉に表せるようになりたいなって思ったんですね、はい、ゴスペルはいいですよ。なんせね、言葉もこのシャウトする歌い方も私 の、 気持ちを表現するのにぴったりなんですね、うんうん、ゴスペルの歌詞はすごくいい参考になる、ね、なんかね、作詞する人って一生懸命この思いをどう伝えようかなって考えて歌詞を作り出したのかなって思ったりするんですね、うん、もうね、これこうなったら会話の中だろうが何だろうか、体重測ってる時だろうがね、ゴスペル歌い出しちゃったのが一番一番なんかこう気持ちが伝わるかなとか思っちゃったりして、それくらいもうゴスペルだらけの毎日にしたいなって、そんな思った瞬間でした。